続きまして、6日目です。下面是第6天的内容。上がる一方だ。不断上涨。自分に厳しい一方で、他人には優しい彼の人気は上がる一方だ。这个人、他严于律己、宽于待人。因此、他受欢迎的程度不断提高。首先、我们来看第6天的第一个语法。予想に反して。反して、予想变动词、反する。变化而来，表示与什么什么相反，往往接续在名词或者形式名词的后面。除了以反して、反し这样的形式出现以外，还可以以反する的形式做一个定语。つまり、連帯就職語としても使われます。さて、例文を見ましょう。下面我们来看例句。専門家の予想に反して、景気は回復し始めた。和专家的预测正好相反，经济开始恢复了。予想に反して，つまり予想とは反対に，与预想的相反。それから我々の期待に反して，新商品はあまり売れなかった。期待に反して，つまり期待とは反対に，和我们想象的不一样，和我们的预期相反，新产品卖得不好。反して除了接续在予想。期待之类的词以外，还可以接续在意し、希望这样的词后面。意しに反して、希望に反して。下面我们来继续看例句。うちのチームはみんなの期待に反して予選で負けてしまった。我们球队与大家的预期相反，在预赛中就失败了。その次です。やっと雨が降るという期待に反して。ほとんど降らなかった。大家都期待着啊，好不容易下雨了，但是呢，却基本上没下下来。みんなが楽しそうなのに反して、彼一人落ち込んでいる。大家都非常开心，但是呢，与大家的开心相反，他一个人在那里闷闷不乐的。はい、これは反しての使い方ですね。下面我们再来看第二个便利な反面。パソコンは便利な反面、トラブルも多い。電脳、虽然方便、但同時、也经常会发生故障。便利なことは便利ですが、という意味ですね。方便是方便的、但是另一方面。彼は優れた学者である反面、精神的に弱い人間だ。他是个优秀的学者、但同時、在另一方面、他是一个精神很脆弱的人。彼は優れた学者ですが、しかし、という意味ですね。相信大家都可以从这两个例句中分析出反面这个词的用法。它可以接续在动词的原形、形容词、形容动词的连体形、或者名词、形容动词加上である这样的结构的后面。表示、在某某的同时、另一方面。それでは、次の例文を見ましょう。仕事を帰ったら、収入が増えた反面、自由な時間が減ってしまった。换了个工作。收入倒是提高了、但是自由的时间减少了。子供ができると楽しくなる反面、育児で忙しくなるだろう。生了孩子以后、是很幸福的事情。但是另一方面、因为需要带孩子、也会变得很忙。彼は仕事に厳しい反面、優しいところもある。他对工作呢是非常严格的，但同时也有柔和的地方。女性が主婦として家事、育児に専念する生き方は今でも一番社会的に認められ生きやすい生き方である。その反面、経済力はなくなり視野が狭くなる恐れがある。这个句子比较长，我们来看一看。女性作为主妇来从事家务、带小孩。这种生活方式即使是现在也仍然是最受社会所认可的，是一种比较容易的生活方式，但同时这会使他们的经济实力下降，视野变得狭窄。这个例句告诉我们，当前面接续的部分比较长的时候，我们可以通过その反面这样的方法来解决这个问题。接下来我们来看看一方这个词的用法。一方这个词的用法很多，我们首先来看第一种。水に強い一方。
接続助詞あるいは接続一時的に用いて、あることと並行して別のことが行われることを表します。何々しつつ、何々しながら、他方では、もう一つの川では、他方という意味ですね。在这里的一方作为一个接续词或者接续助词来使用，表示一件事情或者一个状况的同时，另外一方面，另外一方。在表达这个意思的时候，一方的用法基本上跟我们刚才讲的 han man 是相似的，它的接续方法也完全相同，可以接续在动词的原形、形容词的连体形、形容动词、名词加上 である 这样的格式后面。我们来看具体的例句。この布は水に強い一方、熱に弱い。这块布防水性很好，但是呢不耐热。この辺りは静かな一方、不便である。这一带安静，但是呢在另一方面呢不方便。静かである一方、静かですが、という意味ですね。在这两个句子中，我们可以说一方都是作为一个接续助词来使用的。下面我们来看看一方作为一个接续词来使用的状况。予算がないと言われているが、一方では予算が無駄に使われている。一方面说没有预算，但是在另一方面却又在浪费。一方では以这样的形式使用的例子也非常常见。よく仕事をする一方、酒にも目がない。他很能做工作，但是呢，同时也非常喜欢酒。すごい金持ちがいる一方、住む家さえない人もいる。有很多非常有钱的人，但是呢，同时却又有些人房子都没有。彼は宇宙科学を研究する一方、心理学にも深い関心を持っている。他在研究宇宙科学的同时，对心理学也非常关注。都会では土地がなく、住宅問題が起こっている。一方、あるいは一方では、田舎では人口の減少という問題が起きている。城市呢，因为土地不够，出现了住宅问题。但是同时，在农村却因为人口的减少而发生了问题。下面我们来看一方的另外一个用法。今度は動詞の後について、設備語的に用いて、もっぱらその傾向にあること、あるいは一つの方向、方面に偏っていることの意を表します。この前にすでにご紹介した何々ばかりだとほぼ同じです。这时候的一方、接续在动词的原型后面、作为一个接尾词来使用。表示一味的如何如何。相当于我们之前学习过的动词原型加上ばかりだ。ただし、変化を表す動詞の後につきます。它主要接续在可以表示动作变化的动词的后面。例えば、増える一方だ、減る一方だ、変わる一方だ、悪くなる一方だ、等等。下面我们来看一些例句。大気中の二酸化炭素濃度の上昇とともに、地球の温暖化は進む一方だ。進む一方だというのは、どんどん進むという意味ですね。随着大气中二氧化碳浓度的上升，全球的气温在不断升高。天候のせいで、野菜の値段は上がる一方だ。受天气影响，蔬菜的价格不断上涨。いろいろな法律はできたが、事件の数は減るどころか、増える一方だ。虽然出台了很多法律，但是案件的数量不但没减少，反而在不断增加。この薬をずっと飲んでいるのに、病気は治るどころか悪くなる一方だ。一直在吃这个药，但是呢，病情没有好转，反而进一步恶化了。大都市では、子供の数が減る一方で、幼稚園の経営は難しいという。据说在大城市，因为儿童的数量减少，幼儿园的经营变得很困难。土地の値段は上がる一方だったが、最近はやや下がり気味のようだ。土地的价格曾经一味的一个劲儿的上涨，最近有所下降。それでは皆さん一緒に練習しましょう。下面我们来看练习。皆さん、練習の時間ですよ。練習1。
正しい方に丸をつけなさい。選择正确的答案。1、子供の成長は嬉しい。A、反して。B、反面。どこか寂しい。嬉しい作为一个形容词，它只能接续反面，而不能接续反して这样的动词。因此，正确答案是 B。2、資源を節約しようという一方で、電力が無駄に使われている。正解は A です。一方面讲要节约资源，另一方面却在浪费电力。正确答案是 A。言う一方，这个地方的一方接续在动词的后面，表示与什么什么的同时。反して必须在前面加上に、何々に反して。3、社員の期待に反して給料は下がった。正解は A です。正确答案是 A。与公司职员的期待相反，工资下降。4、ノートパソコンは手軽である反面、壊れやすい。正しい答えは A ですね。正確答案还是 A。笔记本电脑非常方便、但是呢、也容易坏。另一方面。5、仕事をしない若者は増える一方だ。不工作的年轻人越来越多。増える一方だ。一个劲儿的增加。正解は A です。続きまして、練習2です。6、店側の予想に反して、新しい商品は売れなかった。与店方的预想相反，新产品销量不好。相信大家可以选出正确的顺序。予想に反して与预想相反。7、あの日本人は英語が得意だと言われている反面、日本語が少しおかしいようだ。都说那个日本人的英语说得很好，但是与此相反的是，他的日语却说得有点奇怪。6日目の内容もこれで終わりますね。第六天的内容我们也就到这里结束。